今この三塁側のところになりますが、平内龍太投手来ていただきましたので、はい、少しお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、今年2年目を迎えたキャンプになりますけれども、今までの仕上がりというのはいかがでしょうか。そうですね、まあ、ちょっとこう、まあ、完全に練習ができないというほどではなかったんですけど、まあ、ちょっと隔離があったんで、まあ、自分の中で少し遅れたかなというのはあったんですけど、まあ、こうピッチングも1回重ねるごとに良くはなってきてるんで、はい、順調かなとは思います。その中でいうと、またこの2年目を迎えて、やはりこの体が一回り大きくなったなという感じありますけれども、どうですか、数字どのぐらい上がったとかありますか。そうですね、5キロぐらい上がって、今まあ体重で言ったら100キロにはなりました。そうなってくると、それはまず下半身をと上半身、そういったところはいろいろ考えてるんですか。そうですね、やっぱりバランスよくっていうのは意識してやってて、まあ、こう全体鍛えながら、その中でも自分の中でこう弱い箇所であったり、フォームを修正していく中でも大事なところっていうのは特に意識して鍛えてはきました。そうやって準備をして、このキャンプスタートをして、この第2クール最終日を迎えましたけれども、今日はサンライズブルペンで、はい、まず投げていましたけれども、どうでしょう、力強いピッチングに見えましたけれども、はい、どんなテーマを持って投げたんですか。はい、ピッチングの前のキャッチボールで、まあ、桑田コーチと少し話して、左方向に体が流れてしまうことが多いんで、でその時はやっぱボールも抜けてたり、良くないボールがいってるっていう話があって、まあ、頭の位置であったり、そういうのがいい時はいいボールがいってるから、それを意識してっていう風な話があったんで、まあ、今日はそこを意識してやりました。その意識があって、ブルペンではやはりこの違ったボールが投げれてるという感じはありますか。いいボールと悪いボールがでもやっぱりこう差がまだあったんで、まあ、このいいボールのフォームであったり感覚っていうのをどんどん数を多く増やしていけたらなっていうふうに思います。平内投手がそのブルペンに入るときに制球力というのもしっかりとつけていかなきゃいけないと言ってましたけれども、そこら辺はどうでしょうか。そうですね、まあ、まだまだやっぱりこう横で投げてるピッチャーとか見てても、まあ一歩二歩及ばないなっていう感じがあるので、さらに意識してやっていきたいと思います。そして放送席にジャイアンツ OB の清水孝之さんが来られているんですけれども、はい、清水さん、平内投手に質問があったらぜひお願いいたします。お疲れ様でした。お疲れ様です。清水です。はい、今シーズン2年目迎えるんですけども、はい、まあ、すごくねボールに力があるという印象があるんですが、この2年目、まあ、どういったね、スタイルで、一番の武器にしてね、何で勝負していこうかなと考えてますか。はい、昨年は少しこう、まあ、自分の持ち味であるこう力強いピッチングというか躍動感というのがあまり出せなかったかなというのがあったんで、まあ、先ほど言ってもらったように力強いボールというのは自分の中で、まあ、武器かなとは思うんで、マウンドでの躍動感とか力強いピッチングを見せていけたらなとは思います。もう今シーズンチームの期待も非常に大きいと思いますし、私自身も注目して見てますんで、はい、ぜひ、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。平内投手、第3クールになるとまたこの実戦紅白戦なども出てきますけれども、それに向けて意気込みを一言いただいていいですか。そうですね、オフからやってきたことを第1クール第2クールで、まあ、ピッチングとかで掴んできたものを発揮して、まあ、もちろん結果を出していかないといけないと思うので、いい結果を出せるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。練習後の平内投手来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。